いらっしゃいませ。はい、こんにちはです。じゃあ、挨拶から。はい。はい、どうも。こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む、新帝王です。次元の野望じゃありません。桜の野望です。はい。梅玉 P さんもいらっしゃいませということで、はい。この時間は平日の昼の部ということで、はい。スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の、おきゃわり確率1024分の1のレアモンスターのみの集めて、はい、攻略する縛りプレイやってます。はい。題して人外の底辺がレモンスターのみでクリアする配信中、その35ウィンドウマージの3匹目、やはりのカウント34回から、はい、再開しますので、よろしくお願いしますというとこですが、ガーデンはないですが。まあ一応ね、桜大戦今日夜7時からやるんですが、一応動作軍に、まあゲームの起動はまあしたんですが、ちょっとやっぱりリスクの読み込みがちょっと不安定なんで、どうなるかちょっとわかりませんがね、まあ、まあね、ちょっと気ままにお楽しみくださいというか、お待ちくださいということで、じゃあやっていきましょうか。はい。まあね、とりあえず、こっちは、まあね、まあ、まだまだね、まだ34ですかね。まあ、のんびりね、熟練度、レベル上げ、ね、ガテラ、ちまちまやっていきましょう。今日も元気に昼寝していき。はい。はい、ごめさんいらっしゃいます。はい、どうも、こんにちは。今日の夕お昼は、味噌汁とあと、コロッケでした。はい。決勝戦勝ったの？え？はい、ちょっと待ってください。はい。ビフロクソさんいらっしゃいませ。はい、どうも、こんにちは。ワコです。はい、七個目さんもいらっしゃいませ。翼一応、リオカップの決勝戦は勝ちましたよ。で、ね、それから、高校生のね、高校大会の方に移って、まあ、案の定というか、結構惜しかったんですが、なんと、そこまでは行きませんけど、いや、普通に、2個ばかし食いまして、ね、秋田にね、もうちょっとでね、勝てたかもしれなかったんですが、はい。1時間乗りつけて散歩。あ、重り？え、重り？大丈夫ですか？はい、テオの分身さんいらっしゃいませんね、重りって、あのね、なんかまあ、足にってこと、もでもね、それってなんか筋肉がついちゃうから逆にあれっていうか、まあなんだ、散歩の目的が何かにもよるんでしょうけど、ね、まああまり無理せず、マイペースで頑張ってくださいですが、さあどうでしょう。さすがにこれ1回で来るともう、思えないんですがね。でも1020分の1がね、まさかこの1回でいきなり来るなんですよね。帝王という重り。僕担いでね、歩けば、そりゃまあ、ね、十分にね、筋トレにはなるでしょうけど。どうですかね。そういうバイトやったら儲かりますかね。筋トレに僕を担いでね。タミヤ、お兄ちゃん、最近友達蹴ってるって聞いたけど、本当？本当、蹴りまくってる。思いっきり、全力でね、込めてね。あ、ね、頭突きとかもしたりしてるし。もう蹴りまくりね、キックしまくりですよ。ね、友達を、フレンドキックしまくりって言うとなんか別の意味合いもあるんですがね。とりあえずね、まあ、やっぱりちょっとあの縛り結構きついかなっていうとこもあるから。まあ、ちょっと様子見て、森崎縛りはやめた方がいいかなってちょっと迷ってるんですが。ちょっと待って、リバースト選手の集中、いや、もう一つある。からの？あー、キングス、あ、まだそうか、キングスナイトもあんのか。まだですね、多分。だから違う。
誰でしたっけ、アイダマか。モンスター友達ね。あなたは誰？僕を知らないですか？僕は底辺の妖怪で帝王と呼ぶね。帝王ですよ。はい、16個目さんいらっしゃいませ。はい、こんにちはです。ね、こういう、基本的にまずいというか、ね、無駄な縛りというか、あんまり誰もやらなさそうな縛りで、うん、プレイしてます。うん、まあ、初見プレイはね、ほぼほぼ通常プレイになっちゃいますけど、うん、やっぱこの枠はいいですね、うん、とりあえずまったりできるから、やっぱ昨日でね、ちょっとね、キャプテン翼ね、ちょっとはしゃぎすぎたというか、ね、ちょっと僕の使い手って、僕の一体何を使うんですかね、ちょっと若干今日ちょっとグロッキー状態というか、喉はね大丈夫だったんですが、なんか体が疲れが取れないというか、うん、そんな感じですからね。アイアンなん、あ、真空波か。でも、こいつには意味ないんですよね、真空波って。うん、出会い系の桜やるんですか？出会い系の、どういう意味ですか？出会い系のさ、出会い系なの、あのゲームよく知らないんですが、19個目さんいらっしゃいませ。はい、どうも、こんにちはです。それとも何です、出会い系の桜。ね、どっちの意味の桜でしょうね。うん、あれって要するに基本何、そのシミュレーションプラス、女性を攻略するギャルゲーって認識でいいんですよね。ユンケル、お金ない。だから、誰攻略するかもどうなんでしょうね。リスナーさんのリクエストを聞いた方がいいんですかね。リスナーさん的には誰が人気なのかよく知りませんけど。ターニア、お兄ちゃん、うん、桜なんてやってるの？やってま、まだやってますよ。今日、今晩からやるんですよ。うん、桜のバイトね。まあ、ここだけの話なんですがね。うん、昔ね、一回だけね、その桜の、うん、アルバイトみたいなことはね、まあ、やったことあるんですがね、まあ時効だからもういいと思うんですが。女性キャラ攻めてるってどういうこと、うん、初代なのに結構女性キャラ攻めてる、よくわかりません。ちょっとどう、うん、女性キャラが攻めてくる、ああ、そういうことですか。結構個性的ってこと、うん、美咲くんもいません、ここはもう、うん、何人なんですかね、ヒロインって、うん、7人ぐらい、玉7人、うん、パッと見た感じ、はい、ね、違いますよ。あとはプライド高いお嬢様、発明マニアのメガネ娘と桜より綱での方がいいよ。何のことですか、何ですか、綱でって、ごめんなさい、綱でってな何わかんないです、ごめんなさい。はい、29個目さんいらっしゃいませ、こんにちは、うん、やはり帝王は犯罪って、僕は犯罪はしてませんよ。クールロシア美女と10歳のロリ、はあ、女性感のない声はクリリン、女性、あー、クリリンはなんか言われてましたね、クールロシア美女、
まあそれはそれでいいっちゃいいんですがね。ヒロインの名前がさくら。いやそれは知ってますわ。わこつ、はい、どうもポトフさんいらっしゃいませ。どうもこんにちはです。はい、もうなんか今から桜の話題で盛り上がってんですが、うん、夏なのに、じゃあまあね、とりあえず、まあ、サターンがね、ちゃんと動作っていうか、ディスコを読み込んでくれるかもね、結構問題ですからね。拳銃一発はどこで撃ったの？はい、あ、犯人捕まってたみたいですね。え？何？おっぴーばっか、何？それ見るってどういうこと？なんかそういうのできるんですか？うん、はい、35個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。犯人捕まったらしいね、みたいですけど、一発ね、一体。してませんよ。どこで撃ったね、発砲ね、どうしたんでしょうね。てかね、そもそもね、いや、いいです。住所は公開しませんから。サターンは多分壊れてない。てか なんとか持つんじゃないですかね、うん、もうどうしてもダメだ、しょうがない。まあでもね、うん、言ってね、うん、買ってくれた、ね、方がね位置がいいってね言われてますから、まあ、うん、苦しくない？え？いや別に一応ね1位終わったらまあ、うん、続けてかは分かりませんが一応2もねやることにはなってますから。売ってませんよ、まだやってもいない、始めてもいないのに何が売ったんだよ。どういうことですか。ていうかね、本当に何だったんですかね、あの犯人の結局ね拳銃奪ったなんか動機っていうのはね、うん、ね元自衛官って話ねみたいですけど、ね、まあね、本当ね、被害者が出なくてね、良かったってとこですが、まあね、本当にね、その、違いますよ。何が共犯者ですか。うん。ぎゃ、46カモーンじゃない。まあやっぱりまだ46回ですからね。病気がひどくなったって言ってるらしいね、はい、病気がひどくなった、なんか 病気持ちだったんですか。病気持ちっていうか持病かなんかあったんですか。でそれでやけになってってことですか。何がですか。持病とは言わんでしょ。はい、47個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。何が P ですか。そんなね不正なコマンドなんか使ってませんよ。
いやー今日めちゃくちゃ眠いですわ。これ横になったらなんかすぐに寝落ちできちゃう自信があるぐらい今つい今が。この配信ってどうやってリスナーを満足させるの？はい、この配信はこういうことやって満足させるんですよ。さあどうぞって。まあ基本ね、僕の作業がてらリスナーさんはねこっちの方で楽しんでくださいっていうのが。この配信ですから、出たじゃねえ、さすがにねとあんまり話題もない生主ですからね、さすがに場が持たないですよ、あ、人外はこっち。はい、どうも。51個目さんいらっしゃいませ。こんにちはです。人外が。はい、なんでしょう。人外がこうして、人外を。あ、そうですか。病気大丈夫？いや、あるかもしれないけど、まだね、診断受けてないから、まだ病気とは認定されてないですかね。あら、全然いないですね。ちょっと、なんで何もやってない僕が5位にランクインしてるんですか。無用健康診断言っとけよ。嫌です。嫌です。ねえ。0ポイントの5位が僕がランクインって、はい、真面目にやってたの3人だけじゃないですかね、はい、ボツリナパワーポトフさんが配送後も1位ですね、おめでとうございます。ヘイカンチンチンゾウさん、ヒマツラ親分さん、プリオさん、僕ということで、はい、ねえ、なんかもう最近はもう釣りかも、もう完全に下火ですよね。ね、そうなっちゃいますからね。はい、アルチーピゼルさんいらっしゃいませ。どうなんでしょうね。もう釣りクマが下火なのか、それとも僕のこの作業枠が下火なのか。売ってませんよ。やっぱりね、作業枠ですからね。そんなにって。ね、やっぱりゲーム自体がさすがにもうね、言って釣りクマね、もうね、もう2ヶ月当たってますからね、さすがにもうピークというか飽きられる頃でしょうね、せめてね、ね、昼ご飯を教えて、あー、はい、どうもすいません。僕の昼ご飯は味噌汁とコロッケでした。まあ
ね、ツリクマもね、結局ね、こっちの自作の方のね、ツリクマに、ね、放送毎日言ってる、捉えてますね。これ令和中に終わるの？はい、え、何、ひたすらツリクマ放送毎日は本当ですか？いや、まあいや、だからそういう人は、だからそういうね、ツリクマだけのね、そういう放送に、ね、集中していってるでしょうからね。白飯、そりゃ、白飯は言わなくたって言いますよ。はい、桜のバイト？いや、特に、いやね、まあ、その、桜っていうのとはまあちょっと違うんですが、まあ結局ね、そこにまあね、そのそこのね、施設にね、まあ居座るっていう意味で結局金使っちゃうから、バイト代がまるまるね、結局、背中に桜描いてるの？桜は描いてません。じゃあだトータルだとね、かね、か儲かりはしなかったっていうか、まあね、娯楽施設でね、ちょっとね、あれするバイトだったんですが、だから、これ令和中に終わるの？わー、終わるでしょ。年内には一応終わるんじゃないかってね、見通しは立ててますからね。まあね、最悪ね、ね、このウィンドマージがね、7月いっぱいまでに終わってくれれば、まあ順調にいけばね、年内には終わりでしょう。8月、爆弾岩、9月、キングスライム、はぐれメタルはさすがにあるでしょうけど、10月、11月で、で、12月。持たないかもですね。あー、大好きだ。じゃあ何人ぶっ飛ばされてんの？これって、あ、でも、あ、違う、これダメなんでしたっけ？多分最後のね、リバースト戦士ですから。そっか、ちゃんとその辺ちゃんとカウントしなきゃいけないんですよね。魔物使いがね、飛ばされたら、これ無効ですもんね、多分。ちょっとついでに宿泊まりましょう。退屈か。じゃあ釣りクマやってください、お待たせしましたというか、まあね、確かに、まだね、言ってね、半分も過ぎてませんからね。いくらね、1日1時間半の枠とはいえ、
やっぱりね、あんまりね、縛りの内容がきつすぎると、リスナーさんね、僕はともかくね、リスナーさんの方が見るのね、だれてきますからね。釣りっくま、3行でって、魚を釣って高得点で、1位を目指すゲームです。眠くなってきた。僕もですよ。僕もちょっと疲れてるのか。眠くなってきてるからな。どっかでそろそろね、ちょっと一日休み取ろうかなってな。いつも休んでるやん。はい。休んでね、休んでるやんって言っても、配信を仕事と考えたらね、やっぱり疲れっていうかね、やっぱり体力使ってますからね。はい、はい、ちょっと待って。飛沫の方やぶ、ちょっと待って。4人じゃ、しかもそのうちの1人僕だし、これ今アクティブ何年ですかね。え？いや、僕が1人で食いたいから、僕があれしてるだけですよ。ゲームしてお金儲けてるから。いうほどね、儲けたいないんですがね。そうか、それは安心した。そう、家族嫌いなの？嫌いってわけじゃないですが、なんでですか？皆さんは何ですか？親と一緒に食事とか取ってんですか？まあ皆さんがね、そりゃね、実家暮らしかどうか知りませんけど。じゃあ、また、これ大輔飛ばされ、大輔が魔物使いなんでしたっけ、今。これ無効になっちゃうんですかね。ねえ、多分大師が魔物使いでしょ。はい、は一緒でエースだよ。そうですか、あ、間違えた。実家で揃ってるなら基本だろう。そうですか、作ってもらうのは続けてほしい。まあというか、ちょっとあれだな、ちょっとごめんなさい、トイレ行きたくなっちゃった。ちょっとごめんなさい、ちょっと待ちよ。ちょっとこの戦闘終わったらちょっとトイレ行ってきます。ごめんなさいよ。午前中に行ったんですがね、また下っちゃった。飲まして。何が飲ましてですか？ちょっとごめんなさい、ちょっと、トイレ行きたいんで、なんかやっててって言っても、僕さっき釣りクーマ貼っちゃったけど、誰もあれだし、ちょっとごめんなさい、お待ちください。失礼、マイク切ります。わこわこ。
こんにちは。ああ、すいません。お待たせしました。はい。92コムさん、すいません。93コムさん、どうもいらっしゃいませ。こんにちはです。すいません。トイレ行ってました。ちょっと、下ってるわけじゃないけど。どうなんでしょうね。最近ね、一応ね、お米食う量ね、減らしてね、あれしてるんで。ね、そんな、さっきもトイレ行って、1日2回とか、そんな、ね、出す、ね、2回も出すほど、空量食ってるとも思えなかったんですが、まあ、しょうがない。まあ、とりあえず、すっきりしたんで、再開しましょう。失礼。Thank you.
今日は素敵な日で、はい、花が咲いてる、小鳥たちもさえずってる。そうですか。いや、花は咲いてるでしょ、けど。何、なんか、中のセリフ、こんな日にはお前みたいやつは、地獄で燃えてしまえばいい。なんでですか。すぐ疑う。何を疑うっていや。疑うっていうのとはまた。アンダーテイルっていうネットではやってたゲームのセリフです。でしょ。すごいですね。どっちも獣の王怖いですね。獣じゃないですが、底辺の王です。はい、98コメさんいらっしゃいます。はい、どうも、こんにちはです。ちょっとなんか今日なんでか知んないけど、グロッキーというか、やっぱり昨日のキャプテン翼でちょっと無駄にね、テンション上げすぎたんですかね。やっぱりね、配信でね、やっぱり喋るっていうのもね、結構。虐殺ルートを通っていくと、このセリフ言われる。はい、そうですか。虐殺ルートとか怖いですね。物騒ですね。やりたくないですね。やっぱりね、喋るっていうのもね、結構。足りないですね。百コメさんも、はい、いらっしゃいませ。どうも、こんにちは。やっぱり喋るってことが結構意外とスタミナをね、消費するっていうか、勝ちましたよ。だから今、今ね、もう、南葛高校編入ってね、一応昨日、秋田まで行って、秋田で、やっぱり立花兄弟に、トークスキルは上がってないんですが、帝王のガッツはすでにレイよ。ねえ、もう、こんなにあれとはっていうか、諦めました。どうしたもんですかね。まあ、昨日はね、多分ね、一応ね、買い物、何のことですか。買い物にも行ったから。何ですか、弾幕よけシューティング。それはそれで、僕も無理ですね。僕にも無理ですけど、なんで無理なのに、セリフっていうか、それは知ってるんですかね。まあいいんですけど。動画検査やで。ああ、動画で、なるほど。本当に冗談抜きでちょっと、なんでこんなに使われてるんでしょう。動かない。いや、昨日はね、買い物行って動いたから。しだ。動かない。確かにね、動かないんですが、普段。やっぱりダメですかね、ちゃんと。毎日。ウォーキングなりして動いて体力つけないとなのか。ただ
ね、今ね、時期が時期ですからね、このね、暑い夏ね、天下にね、外行くっていうのも、なかなかやばいね、自殺行為ですからね。ウォーキングして途中で漏らして元気に帰ってきて、漏らしますよ、もう手遅れ、手遅れですかね。手遅れ、くぅ。でもね、一応ね、まだね、エアコンはつけずにね、頑張ってるんですがね、扇風機だけで。それなのにね、なんでこんなにね、疲れやすくなっちゃうのか。エアコン使ったらね、余計に虚弱体質になってやばいんですかね。寝そべって足上げてこみましろ。何、ね、寝そべって足上げてこ、それだけでも結構効果あるんですかね。でもそれはそれでね、疲れそうですけど。いや疲れるけど、ね、いや疲れるから運動なわけであって。今43分ですよね。だいたい、確か今日何回カウント ?34 回ぐらいでしたっけ?今35。まあやっぱり戦闘に時間がかかっちゃう分、どうしてもペースも下がってますね。まあ、そこはいいんですが。5億何を ?5 回こき足しろと。無理です。いや本当になんでこんなに言ってくる。はい、あ、はい、今日の昼飯は、はい、国民ともにその才能を利用されているものがいるとか、はい、僕も愚民の側だしね、そんな才能っていうほどの才能もないしって、いや元ネタは知ってますけど、今日の昼は味噌汁とコロッケでした、一番デザインがかっこいいと思うガンダムは何ですか、はい、デザインデザインやっぱりどうでしょうね、やっぱりニューガンダムあたりはやっぱり好きですかね。昔だったら結構ねゼータガンダムとかもね好きでしたけど、やっぱり、ニューガンダムかなって気はしますが、シンプルでね、そんなに。ガンダムの鬱憤だって。今、せめて釣り枠にしません。V がね、登場しますから。
あ、また飛ばされた。これ大輔飛ばされたらね、ダメってことですよね。多分無効ですよね。これもまた無効だ。コンサート行くから無理つけない。コンサート、今日なんですか。今日コンサートあるんですか。いや、そう言われてももう今ちょっとテンションがあんまり上がってないっていうか、なんかいろいろ疲れが溜まっているのか。いや、なんかやっぱり、配信で盛り上がっちゃダメなんですね。結構配信で盛り上がるのもすごいスタミナを消耗するっていうのが、久しぶりにキャプテン翼の借りで再認識できましたよ。配信はほどほどにね、あんまり、熱狂しちゃいけない。特に生主は、ほどほどのペースを維持して、実況、あれ？あ、そっか。違う。ね、やっぱり面倒ですよね。国産赤身牛肉見せてあげるからテンション上げて。え、国産赤身牛肉食べさせてくれるんじゃなくて見せてくれるんですか。いや、でもそれでも今ちょっと無理、テンションが上がらない。そうですか。いいな。国産赤身牛肉ですからね。どんだけお高いって話になりますよね。かまぼこ、ポイント、何のポイントですか、すん？ポイント？何のポイントですかね。そんなポイントね、ポイントで、ね、牛肉とか、もらえるのは羨ましいですが。あ、肉食いたい。なんか、肉食えばなんか体力が回復して、力がつきそうな気がするんですが。肉、ネット回線のポイント、ネット回線、へー、そんなんでもらえるんですか。いいですね。どうなんでしょうね。うちもどうなんでしょうね。僕も何ね、コンビニ行って買ってこいや。コンビニに肉って売ってる、その金がないから困ってるんじゃないですか。ファミチキ、いや肉は肉ですけど、僕的に今肉って言ったらね、豚かね、牛がいいかな。ね、いつも行くスーパーの半額狙ってる。いつも行くスーパーね、でもスーパーね、半額狙うんだったら僕の場合多分近場のスーパーね、多分ね、夜のね、多分8時とか9時とかね、多分それぐらいなんね、なんないと狙えないんですけどね。でもね、今ね、その時間帯配信やってますからね、スーパーの半額ね、狙うのはちょっとね、無理なんですよね。いや、ええやんって言っても、配信やってる以上ね、その半額が狙えないんですよね。ね、まさかスーパー半額でね、狙うからね、今日配信やりませんともね、行かないでしょうし。
縁屋で配信遅れても、配信が中心の生活になってるな、わら。まあね、なんだかんだ言ってね、僕の配信ね、こんなね、しょうもない、つまんない配信でもね、一応、ね、100人ぐらいはね、見に来てくれてますからね。ねえ、だからね、なるべくね、僕個人のね、都合ではね、配信ね、そんなね、休むわけにはね、いかないですからね。ね、僕もね、リスナーさんの立場からすればね、そんなね、生主のね、個人的な都合でね、そんなね、ね、配信休みとかやれるとね、やられるとね、ちょっとね、泣いちゃいますからね。ね、どうしようもないっていうかね、体調悪いときはまあしょうがないにしても、ね、なるべくね、配信はね、決まった時間にね、ちゃんと定期的にね、やるようにしないと。ね、でそこまで偉そうなこと言っててもちょっとだるーってなってるのが今の僕です。コミュキリでもクリション入ってる？え？一応まあ予想スコアでしかないですが、一応ついてはいますよ。多分ですよ。いまだにまね、まだ4月だからまだね、今6月ですからね、まだ、確定で入ったクリッションはまだね、ゼロですから、加算されてるんだね、低音リッチ。多分ただね、1日ね8時間とか配信やっても、ホーミングレーザーなんでですか。でもね、言ってね、今ね、1日ね、8時間ぐらいね、配信。あー、これどうしよう。いや、ミッチーだから。いや、違う。ダメ。ん？ミッチーが、ん？違う？大好き。あ、そう。犯人。違いますよ。うわー、めんどくせえ。うわー、ほんとザオラルってね、聞かないときは全く聞かないし。ザオラルって確定じゃないのか。違います。2分の1です、蘇生確率。だからね、今ね、その、6月のね、予想スコア見る限りじゃね、1日8時間ぐらい配信してもらえるクリショーが、デリヘル行くお金もないですよ。いや、そういう精神的な疲れじゃなくて、肉体的な疲れですか。デリヘルとかだと逆に、ね、肉体的な疲労がますます加算されちゃうからね。クリッションもね、言ってね、今1日8時間ぐらい配信してね、もらえる予想スコアがね、せいぜいね、1日ね、100から150くらいですからね。8時間労働で150円って考えたら、あ、いや、でもやることは一緒でしょ。疲れちゃうじゃないですかね。1日150円って考えたらね、多分ドラケテンのそれとどうでしょうね。いい勝負ですかね。どっちが稼げてんのかな。いや、微妙ですよね、本当に。ゼロよりええんちゃう。まあゼロよりはね、1日150円と換算してね、30日、まあ4500円ぐらい。いや、多分そこまでいかんでしょうね。3000円か4000、4000ぐらいですよね。多分一月。そんな感じですからね。本当に。ただ、それもね、予想ですからね。ね、実際にもらえるときは、さらにそのね、
下って可能性もありますからね。徐々に徐々に上がってくからこれからだよ。上がりますかね。でも今ね、もうね、あのね、広告も切ってるし、コミュニで配信してるから、まあ、別にお金目当てで配信してるわけじゃないから、まあね、別にいいっちゃいいんですけど、ただね、僕がお金欲しいってことになったら、ちょっとね、たね、4000円ってこと考えたら、ね、やっぱりまだドラクエ10の方稼げるかなってね、なっちゃうから、欲しいものがもしね、なんかできた時ね、配信で稼ぐかね、配信ね、中断してドラクエ10稼ぐかってなると、微妙なとこですよね。まあね、どっちじゃなくてもね、配信時間ちょっと減らしてね、その分ね、時間をドラクエに割くとか、微妙なとこですね。まあ本当は多分ね、クリショーねもらうんだったらね、本当は、帝王さん、はい、拳銃奪って捕まって捕まっていません。それは別の方。はい、144コムさんいらっしゃいませ、こんにちは。だから本当はね、クリショーで稼ぐんだったらね、多分ね、ね、ニコ生広告とかもね、チケットでもね、多分広告のね、ポイントね、もらえたらね、多少はクリショーにね、稼げるかもしれないんですがね、ただ広告してもらったらしてもらったでね、なんかね、また変な人がね、より寄ってくんじゃねえかなとかね、そんな嫌なね、ところもあるし、え？あれ？どうなんですかね？ポトフさんすいません。っていうか、いや、別に、そういうつもりで今別に愚痴ったわけじゃないですが、はい。すいません。ありがとうございます。っていうか、もう申し訳ないというか、ギフト、すいません。ありがとうございます。自分がまともだと思ってるのか。いや、ハートもって、少なくともそんな、人を殺そうなんてね、気持ちは少なくとも今はね、起きてないから。ね、申し訳ないというか、いや、そういうつもりで言ったわけじゃないんですがね、本当に、お気持ち、ありがとうございますというか、ね、100円、ありがたく頂戴します。取っ払。ね、本当に。帝王最低だな。ウルトラマン80の歌。いや、あんまりウルトラマン80の歌知らないですね。ウルトラマン80とかってね、なんかそんな。そっか、もう80回か。ダメですね。金の話になるとどうしてもなんかこじっちゃう方に行っちゃうから、申し訳ない、ありがたく、でもね、このあれまた来た、あれ、いやだ、いいんですよ、気持ちだけでっていうか、別にそういうお金欲しいなって言ってるわけじゃないんですね、すいません。はい、神蔵さんもありがとうございます、ギフト、野球ボールで、はい。いや、だ、いや、そりゃ、確かに、まあね、皆さんからすれば、そりゃね、100ポイントばかりね、それは走った金でしょうけど、でも皆さんだってね、お金はね、やっぱりね、ね、限られたもんですかね、もっと大事なね、大事に使った。いや、でも、いや、そりゃ、ね、僕が、そりゃね、その、お金ね、もらうに値するね、ことやってるってないんですけど、特にこれなんかただの作業配信じゃないですか。いや、僕がじゃないんですよ。ギフトくれたね、ね、リスナーさんの方でしょ。結構ね、すいません、神蔵さんもどうもありがとうございました。いや、そういうつもりでね、愚痴ったっていうか、あれ、待て、あれ、テオになってる？あれ、ダメだ、これ、カウント無効だ。ユニコーンいるとちょっと邪魔ですね。
並び替え変えられるっていうかね、こういうね、今ね、魔物使い大使がね、戦闘ね、離脱したらね、戦闘多分無効になっちゃうから、めんどくさいなぁ。ちょっとね、まあね、一応こいつ他にもね、出るエリアは、あるっちゃあるんですが、まあ、とりあえず、はい、はい。なるほど。ようこそここへ、何でしたっけ、その後知らない、うん、ねえ言ってねえ、こんなただのね作業配信なんですから、そんなねギフトをねいただけるような価値のあるね内容じゃないですからね。ただね、デレーとね、だれてね、永遠ポチポチ、口笛吹いて敵倒してるの。予定通りきっちり放送してるから、見る方も限界があるんですよ。いや、見やすいっていうならわかるんですが、見がいってことはないでしょう。まあね、その辺はね、なるべくね、やっぱりね、右側のリスナーさんを意識してね、毎日ね、一応ね、決まった時間に。なるべく配信できるようにとはね、心がけてはいるんですがね、うん、その方がね、見る側も、いろいろとは、分かってはいるんですが、うん、まあ、そういったね、いただけるとね、まあね、ありがたいというか、うん、感謝はしてますけど、もうちょっとね、それだったらね、もうちょっとね、僕自身がね、配信予定がしっかりしてるのは見やすいね。ああ、そうですか。ありがとうございます。うん、まあ、そこだけはね、うん、じゃあすいません、じゃあ貼っていただいた、じゃあ釣りくんま行きますか。どうでしょうね、今何人ぐらいやっているのかな。確認がてら、はい、結果発表。ああ、今回ちゃんと 5人いましたね。はい、エガさんが197,100ポイントで、はい、1位、おめでとうございます。ね、さっきね、0ポイントの僕がね、ランクインしてましたからね。パチパチパチ。ね、おめでとうございますってことで、ね。こっちの方でもね、おめでとうございますって言われるようなことがね、来てくれないんですが、まだ86回ですからね。
ソコン以外だと釣りできないけど、はい、ニコ生って視聴ほとんどプクか、うん、どうなんでしょう。ね、比率が分かんないですけどね、でもやっぱりね、結構スマホでね見てるって方もね、いるみたいですからね。僕なんかはねもう完全にねパソコンですからね。そっか、パピね言ってね、平日の昼間ですからね、もしかしたらねリスナーさんもねやっぱり、働いてる人だとね、どうしてもね休憩時間にねスマホで見るって形になってると、そっかね、ゲームできないんですか、スマホだと。そういうのもあるんですかね。ということにして。でもね、今はね、スマホででもね、こういうね、ネットのね、動画っていうか生配信もね、視聴できるってね。便利な世の中になったっちゃない、なりましたよね。ねえ、それでねえ、どこでもね持ち歩きできるし手軽で、ねえ外ねえ出かけるようなね頻度が高い人にはね、むしろねスマホ様々ですよね。Android？ いや僕はスマホも携帯も持ってません。いや携帯はあるけど、通話契約は今、結んでないから、何もないです今。携帯は、ないんですないです、持ってないです。いや僕がねでもね契約してたっていうのもね前に、家族用にってね一応1回線ね契約してたんですが、あんまりね使う機会がないからね、一応ね家庭用の家電があるから、じゃあ携帯いらねえんじゃねえってね解約したんですよね。ね、何かね指令からね電話があるときは、ねまあね電話にねかかってきますし、ましてやね、僕個人に関してはね、電話がかかってくるようなね、そういう友達とかね、誰もいませんからね。何も困らないっていうか、いや別に、そんな泣かれるほど悲しい話題でもないと思うんです。単にお金がないって話ですかね。いや、これでまた、ね、ギフトちょうだいとかそういうおねだりしてるわけじゃないですけどね。ねでもね、言ってね、携帯とかだってね、言ってね、ね30年ぐらい前はね、別にね、何もね、普通に誰もね、持ってなかったもね、暮らせてたね、時代がね、あったわけですからね。そういう時代を知ってるからね、僕は別に、そこまでね、携帯とかスマホね、依存症にね、ならないというか。ねえ、まあねえ、いや、そりゃ僕もね、そりゃ便利だからね、欲しいっちゃ欲しいとは思いますけどね。もうやっぱりね、維持費のこと考えるとね、どうしてもね、ねえ、スマホをね、持つのはね、もちろんね、パソコンの方のネットやめなきゃいけないってなるし、じゃあ二者択一でどっちって言われたらね、やっぱり、ねえ、家にこもってる僕の立場としては、ねえスマホよりはまだパソコンの方が必要だからね。そうですね。金、なんでも金ですよね。また金の話。ねえ金の話してるとこういう風にねなんかね怒る人もいらっしゃいますからね。そうですよね。いやでも電気代はねどうしてもね生活必需品なねものもね電気で動かしますからね。89回とシルバーナイトってことで、はい、テオドットコムさん、はい、いらっしゃいませ。どうもこんにちはです。はい、
しょうがない、別にね、スマホなんかなくたってね、人はね生きていけるんですから。まあそりゃね、旅行とかね、出かけることがあればね、ねスマホあった方が便利でしょうけど、ね我が家の場合ね、旅行なんてね年に1回あるかないか程度のあれですからね。ねこの間旅行に行ったのもね、去年の箱根だけですからね。今ゲーム機なくても生きていけるって違います。スマホがなくてもですね、ゲーム機はダメです。うん、僕にとっては生活必需品ですから、ゲーム機はダメ。リッチやん。なんでリッチなんですか。なんで皆さんだってね、なんで皆さんだって年に1回ぐらい、年に数回ぐらい旅行とか行ったりするんじゃないんですか。ねえ、我が家だね、年に1回あるかないか程度の頻度ですからね。どうかなと。ああこれで、ああグランドクロス、ああようやく来ましたね。なんで普通にあるもんだと思ってるんだ。はい。いや普通にとはないですけど、なんで、いやそりゃ、いや別にうちだって普通じゃないですよ。箱根旅行な、何はは箱根旅行、そんなに箱根旅行はそんなに贅沢ですかね。今年から旅行に行ってる。ああ本当ですか。どこ行ってるんですか。国内、海外とか。贅沢でしょ。贅沢こんにちは。いやそちゃ贅沢であるでしょうけど、そんなに言うほどね、大贅沢でもないでしょう。はい、てつさんいらっしゃいませ。どうもこんにちはです。はい、どうしましょうね。いい玉なぁ。初ネズミランド行ってきた。初ネズミランド、ディズニーですか。でもディズニーもね、結構高いでしょうね。しかも、ね、ディズニーも、結構それにね、客も多いからね、なんかね、アトラクションとかね、なんか、何が嘘だろうって。どういうこと？バケーションパックで。バケーション、そんななんですか。でも結構お高いんじゃないんですかね。ね、客もね、多いでしょうからね。アトラクションなんか乗りでもね、1時間ぐらい待ったりとかあるんじゃないですかね。昔ね、ディズニーね、こんなんで交通費が痛い。ああ交通費、ああそうか、交通費かね。僕一応神奈川ですから。いやでも神奈川からだってね、車にしても電車にしてもね、浦安まで、ね、そこまで格安っていうのねわけでもないですからね。まあそりゃ関東ではありますからね。新幹線で往復3万。新幹線で往復か。そんなするんだ新幹線って。往復3万、1人2人。まあ金額にもよりますけどね。さあこれでね、一応、1人3万っすか。どの辺なんですか。関西ですか。関西ぐらいでも
それぐらいかかるんですかね、片道15,000。東北ですか。でも東北でもそんなにするんだ。まあ東北もね、そりゃね、福島からね、そりゃ青森のね、北の端だったらまあね、だいぶ違いますけど、高いなぁ、新幹線も。ね、旅行もね、結局、ね、宿泊とかの料金とかね、そのね、現地で遊ぶ以前に交通費で取られますからね。ね、旅行も贅沢っちゃ贅沢ですよね。箱根まで電車賃いくら？電車賃？大体、片道1000円ぐらい。でも箱根行った時は一応レンタカーで車で行きましたから。スカイツリーも行くんですよ。スカイツリーは僕も行ったことはあるんですが、一回だけね。ただ言ってそこまで、まあやめときましょう。ね、スカイツリー10月ね、10月ですか。建築士に行ったから県に行くんや。すごい。身内が？すごい。建築、すごいですね。開発に、開発じゃなかった。建築に携わったんですか？それはすごいですね。どの部分を作ったとか分かってるんですか？すごいですね。それはね、確かにね、一回ぐらい。ねえ、すごいですね。贅沢してないつもりだろうが贅沢やん。いや、削ってるとこはね、削ってはいるんですが、まあ僕の場合食費で贅沢してるから裸のてっぺん。電波のとこ、ね、すごい大事なとこじゃないですかね、それこそ。っていうか、でもスカイツリーだってね、2012年でしたっけ？ね、むしろ、それならもっと早く行って、早く行ってあげてもよかったんじゃないですか？よくわかんないですけど。ちょっと待った。94回。あれ？いろいろ都合があってだな。ああ、そうですか。まあでもね、ようやく行けるんだったらね。地方だからしゃあない。地方ね。なるほど。まあ関東だったね。神奈川ねえすね、ねえならね、いくらでも。どうしてもやっぱり、とね、地方だと日帰りってわけにはいかないってことですかね。ちょっと待ってください。ムーンサルト、殴り、覚えましたね、グランドクロス。どんぐらい通るの？あ、まいたち、まあ、こっちはいいんですよ。神奈川の会社に身内いるで。え、本当ですか？マジですか？え、ちょ、何今、買わされた？神奈川県速報税金、はい、肉のないカレー、大朝栽培、会社員ら6人逮捕、234本押収、バッツ、多く平塚、帝王。あれね。知りませんよ。知りません。いや、でもやってる人いるんですね、そういうね、大麻栽培。
え、今グランドクロスか買わされた？帝王山奥に捨ててどうなるか観察したい。何のことですか。え、何買わされる？募集中だから。どういうこと？どういうこと？何？え、2回連続って何か回避？いや、か回避？聞かないってこと？え、こいつって対戦持ちなんですか？だからやんなかったってことってことは、こいつ相手にグランドクロスを覚えるってことは、意味がないってことですか？マジっすか？あらららら。じゃあなんでしょうね。全体攻撃。この段階でいけるって言ったら、あと、ジゴスパークぐらいしかないんですが、どうしましょう。マジっすか。ねえ、AI が使わなかった時点でちょっと嫌な予感はしてましたが、マジっすか。これでね、ようやくね、ちょっと帰りのペースが上がるかと思ったんですが。寝てた。おはようございます。眠いですね。帝王に彼女見せに行ってブスだなって言われる夢見た。はい、どういう。そんなこと言いませんよ。まあ、そこまでね。うん、浅草でうまい妖精教えて。僕は知らない。誰かリスナーさん教えてあげて。料亭、料亭なんですよ。料亭ってのもお高いんじゃないですかね。僕なんか料亭なんかね、料亭なんか、帝王の声聞きながら寝てるから必然的に帝王が登場するんやな。まあそういうのあるんですかね、やっぱり。ってことは何だからね、この間もちょっとね、夢の話ね出ましたけど、何そういうエロいね動画のね、美食クラブかな、美食クラブですかね、そういうエロい動画のね音声とか聞いてたら必然的にそっち系の夢って見れるんですかね。お店は僕は一人3000円ぐらいのとこしか行けないです。一人さん、いやそれでも十分お高いでしょ。我が家じゃ一人1000円ぐらいのとこしか、でも料亭だともっとするんですかね。ね、僕なんかの場合ね、法事かなんかでね、ね、そういう懐石料理食ったことぐらいしかないんですが、ね、地元の美味しい店もよく知らない。僕もそうですよ。地元のことすら僕ね言って、そういうね食べ歩きとかねできないですからね。居酒屋ですか。そうなんだ。あ、コミュニティフォロー、はい、すいません。予算1万、早すぎた。どうも。予算1万、安くはないでしょ。僕からすれば、高って感じですか。安いの?いや、1万円か、すごいですね。いや、いいんじゃないですか。1万もあれば、ねえ、十分でしょう。ああ、時間か。じゃあ、どうしよう。これラストにしましょうか。2日目の夕食は豪華に行きたい。豪華にね。1万か、ね、1万あればね、ね、ピザだったらね、5枚ぐらいいけるでしょうし。マルコちゃんが行ったフランス料理屋は1人6000円だったぞ。ね、あ、まあ、マルコちゃん。ね、でも、あれはね、でも昔の時代でしょ、うん、まあ、いや、とりあえず撤収しましょう。
ああ、だるまさん貼ってくれてありがとうございます。じゃあ最後それやって締めましょうか。はい。どっこしよう。とりあえず99回ですか。1時間で65回ぐらい。まあどうしても敵が強くなってても時間かかっちゃいますね。でもお金も結構たまるの早いですね。はい。まあ、とりあえずこれで、はい、今日は終了とさせていただきます。はい。1時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。